たよ。もう始めた。うん。首里城行きます。はい。首里城ってさ、建て直したからさ、現存してんのはさ、首里城ではない。首里城跡がちょっとあるだけなんだけど、それが復元首里城なんだって。首里城とかありかも。そうだね。首里城とかあり。ごめん、行きます。わかんない、新首里城じゃないで首里城なのかもよ。ああっていうね。だからまあここからね、首里城公園に侵入して、守礼門を見てから首里城にね、移っていきたいと思います。ね、私の見たい首里城。ああ、なんだろうねこれ。いや、わかんない。首里城クッキーとか売ってるたりしちゃうような店。首里社館。首里社館あ、違う、社会の社に見て今一瞬。あ、森だねあれ。違う。あ、そうだね、なんかお土産とかね。あ、守礼門じゃねえ、あれ違うか。守礼門っぽいっちゃってね。守礼門だよね。シュレーモンは映してあげよう。じゃあ映してあげよう。シュレーモンなのかよ、ほんとに。いや、みんな写真待ってるけど、シュレーモンなのかな。シュレーモン的なことついてないじゃん、そのくらいないんだけど。前ぐらい撮っていたわ。シュレーモンはかませです。風車の星は星が突っかかりました。星の大好きなスタップがあるよ。シュレーモンのマークがいてある。本当だ、すげえ。髪がね、わあ、あるの。やるの。私の大好きな種類モンスター。限定限定1機も3つかな。音だったの確かに。じゃあ当日じゃない。これはい、バッチコーイ。バッチコーイ、よかったね、星野。嬉しい。はい、すげえ流れ。あれ、あれ紹介もんだときやってたっけ。あれも有名なゾーンだっけ。星野、もう一個なんかあるよ。違うよ。これのモデルがよくあれじゃないの。あれだね、あれ。あ？うん、あれだね。で、多分あれでしょ。あれのさ、スタンプもあるでしょ。飛び散ってないよ。よかったね、星野。嬉しい。行こう。スタンプ押して、ここからじゃあ、星野バタタシカメラを。首里城、星野が見たいだろうか、首里城周辺の動画を俺が撮って。
モスクワ。モスクじゃねえ、グスクです。ユキオク、グスクおよび関連遺産。シュレーモンとあれとあと後ろにあるあれ、シュレー城全部合わせて遺跡いくつ世界遺産みたいな。これも多分合わさってる。ブーインですね。野口カートです。何のこれ野口の国場所わかんねえ。そうなの。そう。ウグサの力が封印されているこれ。だけど送っといてあげましょう。うん、ちょうだい。頼む。絶対撮ってるよ。あざす。ガイドに巻き込まれる。ガイドを。では左側は皆さん正面にしてご覧ください。これが世界遺産シルサンサキ一門です。これがって言われてしまうんですが、市の建物でちゃんとこれがじゃねえよこれがじゃねえよ、ちゃんとしちゃうね、立派なね、かっこいいじゃん。だね、これもちょっといただけるね、ちょっと。これ誰の家、補助の家。そう、補助の家にしちゃくね。うん、気のせい。でかいっすよ。ね。上だけだな。うん。あ、そうそうそう。上部分だけだ。ああ。最近冷蔵庫設置した。うん、スタンプあっていいの。あったね。うん、やってくれ。やってみる。やってみるって。じゃあ見ててあげるね。俺ら接近してる、ちょっと。撮ってるのってちょっと横かな、横が行こうかな、怖いシーサーなんだけど。すごい顔してんな、すごいすごい貫禄あるよこれ。何してんねん。鼻ほじってあげた。ほじってあげた。あげた。あっちはあっち、大丈夫だっつってる。大丈夫だっつってんの、うん、そっちやけ。こっち鼻が詰まってるからさ、綺麗にしてあげないといけないんだよ。黒さも詰まってるよ。いつもさ、はい、やばい、巻き込まれるんだ。ガイドが来るから巻き込まれる。ガイドに巻き込まれやる。終わった。製品も難しかった。いろんなアメリカから行ったから。ああ。ほんと。はい。IAG の演奏で行った。ああ。わかんない。演奏で。ここすごいじゃん。煽る感じで。ちょっと待ってください。クロスも動きやったあるよ。感想あるね。やってくる。やってこようかね。見てる。じゃあ俺は上行ってる。じゃあこれどっちなんだよね。あ、こっちが帰ってくるのか。あ、いい。でも行くじゃん。キリがない。じゃあシェリジョのスタンプゲットすれば。そうだな、うん、よっ、うん、俺を追ってる。どうするの。なんかしてる。え、どうした。何してんの。なんかあんた。あ、なんかあれちょっと見てる人なかったで。ああ、そうだね。行く。見に行ってみようか。見ていただきたいのは階段の右下にある。ちょっと見てください。はい、ちょっと階段高くなります。斜め気をつけてください。あ、俺ずっと撮ってんの。してみたら。はい、では右下に何が見えるか。龍の口からお水が流れ
流れてるのが見えます。でもそれだけではありません。龍の顔が1500年代、中国から持ってきたものそのものを見込んでます。ちょっと龍の顔が1500年代のもの、中国からも出てます。水は正確ではありません。琉球王国時代は一番美味しい水が湖で出ているところで、とても綺麗なお水です。意図的に閉じ込めるって。